第2節、有機物と無機物。前の説では、物体と物質の違いを学びました。この説では、物質についてさらに詳しく学びます。まず、問い位置をやってください。植物は、光合成をします。 光合成は光のエネルギーを利用して無機物の水と二酸化炭素からデンプン、糖などの有機物と酸素を作り出す働きでしたね。デンプンや糖などを有機物、水、二酸化炭素、酸素などを無機物と言いました。基本的に 有機物は生物が作るもの、生物の体を作るもの、または生物を原料とするものです。有機物は生物的、無機物は無生物的というイメージですね。猫、タンポポは有機物、石、水は無機物です。問イに問イさんをやってください。 トイさんは楽にできたと思います。有機物は生物的、無機物は無生物的ですから、筋肉、じゃがいも、骨、髪の毛は有機物。水素、金、二酸化炭素、鉄は無機物です。さて、有機物は加工されても有機物です。例えば、豆腐は 有機物である大豆を加工したものなので、有機物です。有機物は生物的ですが、死んだ後も分解されるまでは有機物です。それでは、トイオンをやってください。トイオンはできましたか有機物と無機物の区別は難しいですね。 砂糖は砂糖キビの茎や砂糖大根の根が原料です。砂糖キビなどは生き物ですから有機物。その加工品の砂糖も有機物です。石炭、石油、天然ガスなどは何百万年も昔に生きていた動物や植物の死骸が地下深くの温度や 圧力により変化したものと言われています。だから石油は有機物です。ろうそくはハゼの実などの植物や動物性の原料から作ります。アルコールは米、麦などから作りますね。ろうそく、アルコールも有機物です。その他の酸化銅、塩、水、酸素は無機物です。 これでこの説の説明を終わります。